クリスマスの日の放課後、私は隣の席に座る高橋くんと今日行われるクリスマスパーティーの買い出しに来ていた。ねえ、重い。疲れた。もう歩けないよ。もう少しだから頑張ろう。ねえ、公園。ねえ、遊ぼうよ。ほんと面白いね。突然走り出したり、大声出したり、なんか怪獣みたいだな。バカにしてんの？確かに。どうせ私は怪獣みたいにうるさい女だからモテませんよ。いや、そこまでは言ってないけど。ねえ、何これ？え？忘れ物かな？ん？あ、カスガン菌じゃん。シリーズ最大の怪獣で、口から吐く赤い光線で街中を大暴れするんだけど、たまに見せるお茶目な表情がハリオに似てて可愛いんだよね。え？私？あ、いや、もしかしてさっき私のこと怪獣みたいって言ってたけど、それって褒め言葉だったりして。別に褒めたわけじゃねえし、怪獣には怪獣の可愛さがあって、春代には春代の可愛さが。え、あ、いや、ね、私の可愛さ、いや、だから私のどこが可愛いの？いや、だからそのちゃんと言って。いや、ちゃんとって言われても。ちゃんと言ってくれたら彼女になってあげていいよ。お、え、本当に？やっぱやめた。大声ではしゃぐところとか、怪獣がガオーって言ってるみたいで可愛いな。ガオー可愛い。やっぱ付き合ってあげない。どうですか、2人の演技見て。お二人の身長差もすごく良くて、もう見ててキュンキュンしました。なるほど、素晴らしい演技でしたね。ヘアが春よってなると、私本当にゲラが発動しそうになっちゃうんですよ。あ、やっぱ同期だと。はい、本当にこういう真面目なことしないので、普段ね、はい、本当にダメだと思ったんですけど、カホリンが頑張って考えてくれたから、絶対に笑わないでやろうねって誓ったんですよ。だから頑張りました。